マオさん歩いてきたんですか。いや、タクシー。さすがに。さすがに。免許取ったよ、あ、車で来れたんだけど。まあ、確かに。うん、今、ちょっと乗る資格ないもん。ちょっと現状。まあ、明日には資格取れるんだけどな。明日には資格取れるんだけどな。乗る資格ないとか。今、乗る資格はちょっとないもん。ウィス。はい、おはよう。真帆さんは今試験中っす。いや、さすがに迎えに行かない。めんどくせえ。いやー、今日ちょっと受かってほしいね、さすがに。これ俺、明日もとかやるだろ、俺死ぬぞ。いや、見送ってきましたよ。じゃあ俺も大人になってくるわ、なるわ、とか言って、ういっす、おしゃーすっつって。いや、受かりそうな雰囲気、まあ、どうすかね。あの、なんか、裏校行ってどうなるかって感じです。だね。あ、孫さん、もう電話来るよ。ちょっと待って。はいはい。今、配信してるんですけど、スピーカーにしてもいいですか。もしもし。もしもし、ね、今、二俣川の試験場にいて、はいはい。もろもろ手続きがね、はいはいはい、終わりかけたとこあったんだけど、はい、今試験って完全予約制なんだね。今そうなんだね。あ、そうなんだ。完全予約制なんだな。めっちゃ勉強したのにな。朝早起きてな、なるほど、起こしてな。あのね、そうなんだ。受付のおっちゃんにね。うん。あのね、キャンセル待ちとかないから。まだ後日ね、つって。はーい、わかりました、つって。すんげー顔で返してあげたよ。ああ。めちゃくちゃ勉強したんでしょうにね。ああ、めちゃくちゃもう腰いかれるかと思ったんですよ、ね、で、うん。朝しかも、くっそ早いのが起きたのに。いや、ほんとだよ。朝5時起きたのにな。完全予約制なんだね。いや、なんか。すごいね。え、予約はしたんすか？え？予約はしたんすか？まあ、予約はこれからするけど。ああ、これからするけど。あの、もう、今日はもう絶対受けれないって言われた。もう絶対、3回ぐらい言われた。絶対無理。絶対無理だよって。絶対が無理って。そんな3回言わなくてもいいじゃないですかって。そういう感じだ。ああ、完全予約制か。なるほどね。ゼロ回転敗退だね。コロナの影響がね、まあ、こういうとこ来てんだね。ね、まあそうですね。うん、なるほど、ね。まあ、しゃあないですね。はい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 。まあ、しょうがない。しょうがない。まあしょうがない。変えるわ。はい。昼、まあ、着いたらとりあえずまた LINE してください。え？家着いたらまた LINE してください。はいはいはい。オッケーオッケー。はい。はい、じゃあまたね。はい。はい。まあ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 、そういう時もあるわな。いやー、驚いたね。いや、俺もね、ちょっと怪しいんじゃないかなと思ったよ。あの、この時期にあんなぎゅうぎゅうでやんのかなって、人数制限とかあんのかなって。おはようございます。孫さんの送りご苦労様です。お、ぷんぷんくん。孫さん、もう合否結果出たぞ。おー、あのね、今、すげえ今日朝から俺、まあ5時ぐらい起きて、まあ、5時ぐらいに、孫さんち着いて、で、孫さんも、その、勉強、6時ぐらいから、8時、多分ちょいぐらいまでやって、免許試験センターに行ったんだ。そしたら、今コロナの影響で完全予約制だから今日受けれないよって言われてて、ゼロ回戦敗退です。1回戦とかじゃなくて、ゼロっす。もうまず入れてないっす。勉強した意味ないっす。え？とか言って、うん、ナイス。いやー、ワールスコンボ来たねー。そうだよ、孫さん優勝したんだぞと関係ないから、全然。そんなことあんだね。いや、俺、8時半から試験って言ってて、まあ、昼ぐらい前には、
なんか、多分、出れると思いますよ、その試験会場。で、真帆さんが、まあ、そうだな、とか言って。まあ、でも、最悪落ちたら、まあ、もうちょっと早いっす、とかって言ってて。ああ、まあまあまあ、最悪そうっすね、とか言って。まあ、でも、受かると思うけどね、さすがに、とか言って言ってたんだけど、ゼロ回戦やないか。普通に。受かるもクソもないやないか。マジで。しかも今日、真帆さんさ、なんか、ちょっと、髪の毛セットしてて、ヒゲも剃ってて、なんか、いやー、俺今日朝シャワー浴びてる時にさ、これよく考えたら受かった時にヒゲじゃマジいよな、つって俺ヒゲ剃ってきたんだよね、とかって言ってたんだけどさ。あの人結構フラグ立ててたわ。よ、今思えば。すげーフラグ立ててたわ。剃る気満々なんだ。さすがにまずいべ、とかって言ってたんだけど。ビンビン、フラグ。ビンビンだったわ、よく考えたら。マジビンビンだったわ。死ぬ前の兵士だったぞ、マジで。あ、ツイートもフラグ立ってた。いやー、真帆さん、マジで。すごいよなー。あの人はすごいなー。滑らんなー。滑らんねー、やっぱ真帆さんはね。俺、この試験が終わったら、終わって、免許取ったらさ、なるほど、子供連れてシンカリオン買いに行くんだ。残念ー、ゼロ回戦って感じじゃん。天才的だろ、あの人。なんだね、非常に浅い。それ、あれやないか。佐藤なんとかでしょ。いや、違う。なんだっけ、なんだっけ。違うよ。堀之内。あんたね、すっ、え、堀之内？堀之内。あー、堀内。あいつか。あんたね、マネの非常に浅い。マネのとこでしょ。マネさん、マネさん。浅い。こんなんね、うん、噛み切れよ、こんなん。そうあれなんだっけ。誰が買うんですか、こんなん。そう。恥ずかしていけられへんねん、ってやつ。商売ね、現場に出てるまで分からんのよ。あなたみたいなね。あなた勉強、あ、学校どうぞ。いい大学出てらっしゃる。でもね、何の役にも立たんのですわ。何の役にも立たんのですわ。めっちゃ似てる。めっちゃ似てるし。小林社長はね、あ、もっとなんかも、あ、もっと熱出してくる。もっと熱いっすよね。もっと熱がすごいっすよね、あいつ。小林社長これ。そうそう。いやマジ好きなんだよな、あいつ。これ、売り上げいくつですか。こんなんね、うん、見せられへんだよって。これ、こうやってやって、うん、こうやって見て、こうやって、こうやって、こうやって、こんな。これ数字いくつだよ。あれは知らないだろうね、今の若者は。知らないだろうね。